両乱に咲く妖精の剣。私は餃子が大好きなんだ。王将に行きたいぜ。こんにちは。今日は今流行っている、まあなんかその新鉄、エルフっていうものを使っていくんやけども、今めちゃくちゃ大流行していて、まあいろんな方が紹介していると思うんやけども、今回紹介するのは、まあブルームスピリットとかこうスキャリートレント入れてるのはよく見ると思うんやけども、ナテラの退治を入れるということで、こうラティカを採用するのが結構今流行ってるんよね。でラティカっていうのはフェアリーが2万以上あれば相手のフォロワーに一旦に4点ダメージを与えるという能力持ってる。で今までフェアリー2枚っていうのは結構まあ発動しないことが多かったんやけども、フェアリーは毎ターン絶対手札に2枚以上あることが確定するようなデッキやから、ラティカが2面処理できると、しかも無料で進化使えるということで、まあ延命措置に使えるということで、ラティカが今結構採用されてるんよね。で、この新鉄圧連邦に関しては、もう1コスでもうプラス1手札全部すると。で、4コスで失踪を持つと。で、まあアマツエルフがまあ強化されたという感じでまあ話題になってるんやけども、まあちょっとねこのデッキ私もまあ流行りに乗ろうということでまあ使っていきたいと思うんやけども、まあかなり異端な構築やんね。この構築考えた人っていうか、まあみんなこれ使ってるんやけども、まあ個人的にはなんかカードゲームというよりはなんかもうただ並べるだけみたいなね、そういう感じやから、あまり流行ってほしくないデッキではあるんやけどね。やっぱシャドーバースっていうのはヴァンパイアとかこうコントロールヴァンパイアとか、まあ自然ドラゴンとか、こう長く戦うことが面白いのに、こう速攻で終わらせてしまうっていうのがちょっと、シャドバのコンセプト的にはね、ちょっと面白くはないんやけども、まあラティカちゃんがね、入ってるので、まあそこはまあ勘弁してあげようと。まあちょっとやっていきたいなと思います。さあ、ネクロマンサーに遭遇していく。さあ、新鉄引いていくが、どういうマリガンをするんやろうね。とりあえずこういうマリガンするか。いや結構なんか流行っているとは言われてるんやけど、正直ねあまりそのマリガンもちょっとよくまだ分かってない状況なんやけど、まあ強いということで、まあ今回、みんなが使っているから今回ちょっとこれ試してみるんやけども、うーんなるほど。まあ新鉄は使えないな。いや結構流行ってるよねこのデッキ。まあしかもアマツが2枚固まるとか、どういう神経してるんだよ。背中のコブは天使の翼。ただメイガの化身は、あーいいね、ブルームスピリットでなんか盤面まず圧力で押してみたら面白そうやね。便利者を見せるんじゃ。まあメイガの化身で取れるからなこのカードも。まあそんなに痛手ではないか。見た目頭かくそれまでご案内。まあ1当てて、まあ2点、まあ失踪ビショップが顔くるよね。だからここに関してはメイガの化身でしっかりと処理することができると。まずは1点目で打つ必要性はないから、ここはフェアリーサークルでいいかな。うん、まあ多分プレイング自体は合ってると。フェアリーが4枚やからアマツは6枚必要はないよね。確か4枚以上ならでも11されるんか。対空射撃引いていく。新鉄は使えないから、まあ一旦ブルームスピリットでマウント取るみたいなことは全然ありな気はするけどね。ただクルトで返される可能性があるのか。まあアマツに関しては1枚捨てるかであれば。餃子が俺の趣味なんだ。まずは1点目しっかりと、処理していこう。まあ対空射撃に関して もう使っちゃっても問題なさそうやんね。もしくはこの新鉄をもう使っちゃってプラス1フェアリー全部当てるみたいな。いやフェアリーはいっぱい稼げるから、これもうこういってもう打つかこれ。もういっちゃうかもうこれ。しかも突進持つってなかなか強いよね。いや新鉄マジで使い勝手がいいな。読んで打つの結構難しいよな。でもさエンジェルラット、まあフェアリーを加えるカードというのは腐るほど採用されてるので、まあアマツに関してはフェアリー、フェアリーウィスパラーとか引けばね次のターンもう覚醒するだろうし、まずこの6号の必殺処理するっていうのがやっぱ3コスの性能ではないよね。まあ処理がかなりやっぱ辛いよな。で進化使う感じか甘えるなよ私にその程度の実力。まあ待つやっぱフェアあれ欲しいな。ウィスパラーとかなんかフェアリーサークルとか。痛いの嫌いだと。まずは1点目。いやーでもここに関してはどういう処理をするんやろ。でもあと1枚なんだよなフェアリーに関しては。まあウォーターフェアリーとかでまあ見ていくんかなこれに関しては。うん、まあこれがまあプレイング的には正しそうやんね。まあこうしかないよね。あた
私の方が大人なので、こいつ進化して何とか盤面残してフェアリーも次のターン展開できるか、盤面のマウントは取れてるんやけども、あとフェアリー1枚か、1枚回収すればでもアマツが覚醒する感じか。うーん、フェアリー引けるかどうかやな。さあ慎重の鳥居だら、盤面を取らないと相手もきついと思うんで、ま、おお、フェアリー取らない。え、法典ウォーターフェアリーに打つべきだろ今の。こいつ初心者か。いや、むしろありがたいな、それは。なんかありがたいな、それ。悠長すぎないか、それは。そこは、ウォーターフェアリーにね、打たないと、さすがに、ちょっとやばいような気がするが。しかも、この、アマツに関しては、守護持ってるからね、一応。それも強いところでは。おお、こいつ、初心者やろ。なんでそうするんや。フェアリー、引け。お、来た。ラティカちゃんは強いやん。フェアリー2枚あるから、しっかり処理できるね。我が腕に巻かれ回帰せよみたいな。だここのラティカは強いな。やっぱラティカ採用がやっぱ刺さってくるね。さあこれで終わっちゃえば。アクティブエルフ名に関しても次のターン使う。あとヘアリー1枚来い、頼むわ。マジでもうワンチャンアマツは次のターン捨てるしかないような感じもありそうやけどさ。ナテラの体重を張っていく。ナテラの体重、ジャスティスマナー、めっちゃナテラ回すやん。もうアニエスはゼロコスにはなってそうやな。おー、でもリーサル、それはなったらリーサルなさそうやね。おーおー、処理できないのもしかして。え、処理できないのやばくないかさすがに。おーおー、処理できないのはちょっとやばいような気がするけども。さあフェアリー来い。だからフェアリー来いよー。どうなってるんすかこれ、おかしいだろどう考えても。もう餃子行くかこれも。あと1枚なんだけどな。でも守護置かないと勝ち筋がないというか、いや正直もう守護置かないともう負けでしょこんなん。いやまあでも時にはそういう選択も重要なんかな。でもこれしかないな。餃子が俺の趣味なんだ。あい、もうフェアリー失踪持たないから別の路線で行くか。もうこれ捨てて年持ってるんでしか処理して、で6点殴って、ほんでもうこれも並べちゃうか。進化を使うかやけど、もう進化も使っちゃうか。どうせラティカに進化使えそうやしね。これでリーサルは多分なくなったはず。てか突破できないよな絶対に。ああ、小ざいな、やってくることが。しかも小さかしいな、マジでもう小ざいな。あーやばい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 、ちょっと待って、やばい。私のだから、それは大いなる回帰で取れるようにしろ。あと4点か、死後欲しいな。はい、てかラティカで処理できんのかそもそも。まあどちらにせよ守護が来たら負けという2枚が見えてる感じにはなりそうやね。いやーちょっと使い方がなんか違うんかな。なんかもっと強いはずなんやけどね。くさー、これで終わっちゃえば。まずは1点目、まずは2点目。あいあい、バーンバーン。これラッ、どうやろこれ失踪アニエス。でもアニエスなかったらリーサルなさそうやけどね。来るなアニエス、来るな。ブルル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 、あれない、これもしかして。いやラティカがなんて、ラティカいたから持った。いやラティカがやっぱ正解か。いやラティカ入れてなかったら普通に負けてたな。でもしょうがないよね、アマツに失踪持たせることもできなかったし。まあ難しいな。いい感じでしょ。消えた街で